皆さんどうもドラゴン TK です。じゃあね、今回もエンチャントアームやっていきましょう。一応ねプレステ4とこの3とあとねスマホのゲーム混同でねゲームタイトル50に縛るというものをやっております。もう U でね U じゃなくて A でねエンチャントをこれやってみますね。このゲームねもしよければね、ああから見てください。では行きましょう。戻る、なんかまだね、ちょっとウィッチャーのあのゲームのね感覚が残ってるから、ウィッチャーの感覚ではないよ、ウィッチャーのゲームをしてた時のコントローラーの感覚ですよ、残ってるからね。ちょっとねたまに間違えて押してしまうこともあるんですけど、まあ行きましょう。え、どこなん、行くとこって。え、待って、はあ、え、あー、あの中、え、あそこか。こうやって出るからいいよね、まだね。こっから行けても行ける、こっからでも行けると。ちょっと押すとほんま、え、これって走れてる、あかん、これ、あ、でも行けた、この箱邪魔だなと。誰だこれ、こんなほっとらかしいやつ。僕の記憶が確かならば、この箱はだいぶ前から放置されているもの。このおじいちゃんとされているせいで、大学が面白いに困ってるみたいだ。やっちゃっていいんじゃないの？やっちゃうって何よ？あいつもはエンチャントを無効化させることができるだろう。だからこういったエンチャントで記憶されて俺のを破壊することができる。え、壊しちゃっていいの？壊しちゃえばきっと掃除の時に一緒に処分してもらえるだろう。壊しそうなの前でまるで破壊することができる。なるほど、わかった。あ、それからこういった箱を壊した時にいいものが中に入ってることがあるけど、せっかくだからもらっちゃうといいよ。よーし、ウッズでし、ウッズでし、いいね、こういうものね。ウェイ、おー、人の星くずかなっぽいね。こいつか、多分こいつやな。コウタ、マコト嫌いか。よーしよ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 しほーら、昼飯だぞ、たーんと食えよ。バカみたいに喜んじゃって主人に似た犬ね。あ、怒らせちゃったよ、マコト。お前もう、なんなのよ、このバカ犬。バカ犬ちゃんは言いたいんやろな、犬はな。このバカ犬は前から何かというと私を目の敵にして。確かに、もっと小さい子犬だった頃からなぜだか誠には反抗的だったね。まあ、誠は見た目ちょっと個性的だからな。見た目というか中身もめっちゃ個性的やで。ちょっとじゃない、なくて。よし、あんまり騒がないでよ。ここにいるのがバレると良くないでしょ。確かに、ここって本当は近寄っちゃダメなところなのよね。そうだっけ、そうだっけ。でも先生たちが絶対に近づいちゃいけないって言ってたでしょ。そう、特にあんたはうっかりその右腕で封印を無効化しちゃったら大変でしょ。それにいろんな噂話が満載なのよ。いろんな噂話。この奥には軍が密かに研究している超兵器があるとか、あとは幽霊が出るとか。幽霊が出る。他にもお姫様が囚われているってのもあったね、確か。マジか。へえ、可愛い子かな。なそんなの知るもんですか。とにかくそんな曰く満載の場所をあんたは犬の住処にしちゃってるってわけ。いや、あのさ、知らなかっただけなんだけど、その話を。だいたい俺にだって怖いものくらいあるぜ。例えば、ほら、コウ先生とか怖いぜ。な、コウタ、お前、何度か生体実験に使われかけたもんな。え、生体実験に使われかけたんか。こう、もう犬が。どうした、コウタ。急に何なのよ、このバカ犬。バカ犬ちゃうから、だから。うるさ、うるさ。マコト、なんだよその顔。人を化け物みたいに。ここには絶対に近づくなと言われているはずだ。出しゃー、出しゃ
それにそろそろ午後の授業が始まる頃だと思うんだがね。すいません。そう、君の本当の登場シーンはまだ少し先なの。何？なんかこう部屋って、いやラスボス的な感じがあったよ。焦った。コウ先生、追いかけてきてないわよね。だからその仕草やめて。うん、大丈夫。それにしても、ああ、やってました。もうあんまり騒いじゃダメだからね。はーい。素直で結構。じゃあ商業区に行こう。学園の南出口から出ればすぐね。よし、南出口ね。祭りが俺を呼んでるぜ。いや、祭りは呼んでないよ。ありきるのはいいけど、アツマ、もう今は授業中だから、おそらくお祭りに行くまでの道中を先生や生徒会の人たちが見張っているはずだよ。ああ、そうなん。そうよね。未だかつて授業終了前に抜け出せた生徒がいないと聞くわ。え、嘘、マジか。なら俺が初めて脱出した男として伝説を作ってやるぜ。伝説作らんねえわ、そんな。でも先生や生徒会の人たちがきっと。邪魔する者は力ずくで断固排除だ。は？行くぞ。いざ南ホールにある商業区への出口へ。ダメだこいつ。ほんまにチャンスやばいや。なんだ。キャラクター中身に入ってる時じゃまず戦闘には参加できない。嘘、マジで。中身に入ってるキャラクターを戦闘を行うパーティーに組み込むことで初めて戦闘に参加させることができると。なるほどね。パーティー編成を選択すれば編成することができる。なるほどね。トウヤが仲間になった、マクトが仲間になったと。じゃあパーティー編成、ここでこいつやろ。トウヤ、トウヤだけでええわ。マクトもいないと一応。あんまり好きじゃないけど。よし、じゃあ行くところちょっと一旦確認しましょう。わからない。え、どこ？南ホールからやから下か、この下か、ここか。待っていたぞ、アツマ。抜け出してお祭りに行くつもりだな。まあ、うん、なぜそれを。わかるやろ、普通に。我らアンチアツマアライアンス、通称 AAA の情報網をなめるな。アンチアツマアライアンス、トリプル A のつって、アツマあかんやんか。 AAA 兵庫その8、アツマあるところに AAA あり。貴様のようなやつがいると学業に専念している他の生徒に迷惑だ。行くなら俺を倒してから行け。まあそうするけどな。こっちもそのつもりやったし、完全に。よし、じゃあまあ初戦闘ですね。ゴーレム抜きで考えると最初の戦闘やらず、私を倒しときには HP をゼロにすることだな。分かっとるて。うん、まあお前に私の HP をゼロにできるとは思えないがな。うるせえ、俺は祭りに行くんだ。じゃあそれと全滅は。で何をどうせると、アツマを、ちょっと待って、あ、これいけるんや。へえ。へえやな、ほんま。あ、これはそういうパターンか。あ、ビートソニック、ちょっと待って。あれ、あ、ミスだ。なんかまだ慣れんな。やっ、そこか。よっしゃい。でもかった一匹。覚悟いいね、一人か。なるほど。まあそこまで強くはなかったね。ターン2。
で、ここで、あ、ちょ、アクアスパイクと。まあ、こいつでいいか。こいつを、まあ、適当にやっていこう。まあね、戦闘終わったら全回復するんで、それはね、嬉しいやつですね。これ。よっしゃ、倒したで。俺のお祭りに行きたいという衝動は誰にも